こんにちは、みすずです。今日は豚バラの梅しそチーズ巻きをご紹介します。あっさりさっぱりとした梅干しと大葉入りのチーズ肉巻きです。豚バラがちょっと脂っこいので梅干し大葉でちょっとさっぱりさせているような感じです。材料はこちら。豚バラ以外でも豚ロースでもももでも肩ロースでもお好きな部位でいいですよ。では作り方です。まずは梅干し切っていきましょう。我が家は自家製の梅干しを使っています。梅干し3個を豚肉 300g に使うと結構梅干しのしょっぱさが残ります。なのでお好みで分量調節してあげてください。種を取って身を刻んで、さらに包丁で細かく叩きます。綺麗なペースト状にしておきましょう。市販の梅ペースト、練り梅とか使ってもらっても OK です。肉巻きを作っていきます。ラップを広げて巻き酢でも OK です。豚バラ薄切りを少し重なるように 5,6 枚並べます。使う豚バラによって長さも幅も全然違うと思うので、使うチーズの幅に合わせて並べていきましょう。今回この棒のチーズの、これはモッツァレラですね、を使いたかったので棒のが2本並ぶようなサイズに豚肉を並べています。なので6枚並べてますね。上にお塩を振りましょう。お塩の量は使う梅干しの量、梅干しの味によっても調節してあげてください。大葉を乗せて、チーズを乗せて、梅干しも先ほど叩いた3分の1量乗せます。大葉は今回2枚使ってますが、4枚でも8枚でももっとたくさん並べてもらうとより断面で渦が綺麗に出るので、お好きな枚数使ってあげてください。端から巻いていきましょう。この時のポイントは巻き始めに空洞ができないようにキュッキュッと巻くようにしてあげることです。残りも同様に巻いていきます。少しずつ重なるように豚バラを並べて、お塩を適量振って、大葉をのせ、チーズをのせて、梅干しを並べたら、端から空洞ができないように巻いていきます。今回 300g の豚バラで、3本なので、1本の肉巻きに 100g 使っています。いや、これもお好きなサイズでいいので、もっとちっちゃく作ってもらってもいいですよ。3本出来上がったので周りに粉をまぶします。これが接着剤代わりになります。今回は玄米粉を使っていますが、米粉でも薄力粉でも片栗粉でも何でもいいですよ。周りにまぶしていきます。では焼いていきましょう。粉がまぶさっているので少し多めの油を入れます。フライパンを熱して油を温めて、この中に豚肉を並べていきます。この時巻き終わりが下になるように並べていってあげてください。巻き終わりから剥がれてきやすいので、その部分を先に焼き固めていきます。弱め中火で焼いて、こんがり焼けたら向きを変えます。加熱してるとチーズが溶け出てきやすくなるので、ちょっと注意しながら焼いてあげてください。肉巻きは薄い肉がぐるぐると巻きついているので、なかなか中まで火が通らないです。なので周りを焼いたら、あとは蓋をして蒸し焼きにしていきます。空いたスペースで付け合わせのナスを焼いてます。向きを変えつつ肉巻きは全体を焼いてあげてください。ナスに豚肉の油を吸わせるような感じで焼いていって、焼けたら邪魔なのでもうこれは取り出しちゃいます。肉巻きも全面がこんがりと焼けました。では蓋をして蒸し焼きしていきます。火をやや弱めて 2,3 分蒸し焼きしましょう。中まで火を通します。蓋をするとどうしてもチーズが溶け出てきやすいので、様子見ながら火加減も調節してあげてください。ふっくりとして良い香りがしてきたら出来上がりです。取り出して一呼吸置いてからカットします。もしこの時中に赤い部分があったら、また焼いてあげてください。断面こんな感じですね。美味しそうにできました。今回大葉、2枚しか入れてないので1周ぐらいしか渦がないですけど、もっとたくさん入れるともうちょっと渦になりますよ。切り方も斜めじゃなくてまっすぐでも、あともっとちっちゃく切って切らずにお弁当などに入れてもらってもいいです。器に盛りましょう。今回は焼いただけですが、周りにパン粉まぶしてフライにしてもいいですよ。付け合わせは、レタス、焼いたナスとプチトマトとスナップエンドウを添えています。こんな感じで出来上がりです。豚バラのこってりさに梅しそのあっさりとチーズがよく合いますよ。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。
作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。 Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。